じゃあ次行くか。はい。福岡市にお住まいのクラスメートネーム、なほさんですね。はい、ありがとうございます。かじくん、べしべし、なんだどうも。なんだどうも。海でナイルに行ってほしい一言ですよね。うん、いつもの感じで可愛くお願いしますと。いきますよ。はい。聖杯召喚テヘベロ。また食べ物か。人手ですよ、なんかこれ、俺とベシ、海違うよね。うん、違うね。違う海にいるよね。なんか、なんだろうな、なんか茨城とかその辺の海な気がするけど。なんだよ、これ。ねえ、すごいね。人手を食べられるの美味しいの食べ物じゃないのみたいな。まあでも知らなくて見たらさ、うん、なんか星が落ちたのかとか思うかもね。まあ確かにね。うん。でも、星の形してるもんね。ちょっと裏返すと、うわって思うけどね。え、裏側やばいの？いや、やばくはないけど、やっぱちょっとなんかこう、海的なものがまあまあ、ちょっとこう、じょわじょわしてる。触手的な？そうそうそう。うわって思うよ。まあ、気持ち悪いよね。そうよね。うん。テヘペロ。テヘペロ。テヘペロ。次行くぜ。はい。日野市にお住まいの、うん。ナナ。ありがとうございます。ありがとうございます。海で、彼女の水着姿を見たときに、うん、北斗に言ってもらいたい言葉です。はい。いきますよ。聖杯召喚君は水着を着ない方がいい。いや、見たくないわけじゃない。これ以上、僕を本気にさせるな。変態。え？何？変態ですか？え、何？変態？君は水着を着ない方がいい。うん、ああ、そこ。ああ、やっぱね。もう着るなと。それは。うん。そのままの姿を。みたいな。え、これそういうことじゃないの？いや、別に。だから、それを見ちゃうと、なんかこれ以上ね、僕がまたさらに好きになっちゃうから。ドキドキしちゃうと。そう、そんなに僕をこう本気にさせるなって。あ、裸が見たいって言ってるわけじゃないの？な、違う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 。違う違う。このなんか奈々さんのこの純情な感じをね。なるほどね。出したわけですよ。いいなまたこれも、なんか下げてあげる感じでしょ？そうだよね。最初でちょっとね、嘘だよ、みたいな。そうそうそう。サプライズでしょ？嘘だよ、嘘だよ。そうね。ずるいなぁ。なんか俺もなぁ。それって食べられる。食べられるの？嘘だよ。食べられないんだぜ。ただの情報ですから。すごいな。いいなじゃあそんな感じでなんか次が出ればいいけどな。ねえ。じゃあ次いきますね。